僕、もうあんな大きな闇の中だって怖くない。きっと、みんなの本当の幸いを探しに行く。どこまでも、どこまでも。僕たち一緒に進んでいこう。朝の駅に電車が着くたび、エスカレーターにあふれる人よ。モノクロの服は誰が選んだのか。就職してまだ一年では、学生気分抜けていなくて、自分の肩書きを忘れてしまう。子供の頃に何になりたかったか、気づいたけれど、靴ずれなんてやがて慣れるのかな。言われたこと、ただ言われたまま、以前なんかは聞かれてないと、ようやくわかったら